はい、イタリアンバイク研究所、としと申します。今日も仕事帰り、スクーターに乗って気持ちよく走っております。夕方だいぶ涼しくなりました。もうじきね、秋がそこまで来てるなというふうに感じておりますが、今日もですね、このバイクに乗りながら話していきたいと思います。少し前にね、バイクに乗りながら話す意味ってあるんですかっていうようなコメントいただきました。確かにそうですねって思いますね。バイクに乗って話す必要のない、ことばっかり、僕は取り上げて話したりしてます。家の中でできないからっていうのもあるんですけども、あとはね、このやり方が、もう染みついてるからというところでね、このバイクに乗ったら何か話すっていうことでございます。そんな中、今日もね、バイクには全く関係ない話をね、ちょっとしてしまうんですけども、サムネイルにある通りです。ちょっと YouTube どないなってんのというね、これ YouTube に動画投稿してね、そこで広告収益を多少なりともいただいてる人間の言う話とちゃうかもしれないんですけども、どうも納得いかないことがちょっと一つありましてね、そういった話をしていきたいと思いますので、皆さん今日もね、ぜひながら聞きという形でお付き合いいただけたらと思います。では早速行ってみましょう。はい、YouTube どないなってんのっていうのはですね、これ、YouTube の動画を見てたら流れてくる広告ですね、宣伝広告、あの中で、こんなん多くないですか。自分が見てる視聴履歴からね、 AI が判断してそういう広告を僕にね見せてきてるのかもしれへんけども、大きく2つ、1つはね、薄毛関係、要するに育毛関係の CM ね、あれがやたら流れてきます。でもう1つは金儲けの話、はい、なんかちょっとうさんくさい金儲けなんですよ。こういった広告がめちゃ多いんですよ。で、皆さんの中にも見られたことある人いるかもしれないんですけども、一つ目がこのね、育毛関係ね、これね、ちょっと僕物申したいと思うんです。薄毛のね、奈良県代表のご意見番としてね、これはね、ちょっと言うとかなあかんなということがあるんですが、ああいった薄毛関係、育毛関係の CM ね、うさんくさすぎると。なぜかというと、まずね、他の育毛的な AGA とかね、内服の薬とかシャンプーとかね、その、自分たちが広告するもの以外のものをまず全否定から入るんですよ、あいつら。それってまずね、大したことないような気がしますよね。ライバル社を誹謗するとこから入るっていう、ここがね、まずやり方として嫌、うさんくさい。そしてね、薄毛関係に関してはね、今までいろんなものを見てきた僕としてはね、一つ言いたいことがある。はっきり言って特効薬なんかないんですよ、おそらく。一時期ね、スカルプ D っていうシャンプーで宮迫が髪の毛ボーボーに生えたという、あれまさか皆さん信じてないですよね。あのハゲかかったね、宮迫があんだけボーボーになるわけないじゃないですか、シャンプーで。結局あんな毛を植えてるだけやと思うんですけども、それがね、もし本当に生えてんやったら、もうスカルプシャンプー1本でいいじゃないですか、他いらんやん、あんだけ効果あんねやったら。そんなわけないというとこやと思うんですね。うん、それをね、ついに発見しましたみたいな感じで広告打たれててもね、全く響かんし、もうこの広告を見る時間すっげえ無駄やねんけどとしか思わないですね。まず一つがその育毛関係の CM ね、単純にこれはもう見るのが鬱陶しいっていうだけ、うん、で、次がね、あれですわ、金儲け系の CM ね。最近よく流れてくるのがね、スマホを1日1回開くだけで約7万円の収益が入りますと、しかも不労所得でっていうね。中にはね、1ヶ月に200万稼いでる人もいます。そりゃそうやな、1日1回開いて1ヶ月開いたら210万やから、中にはじゃなくて、それがまあ普通やねんけど、で来月は1000万目指したいと思いますとかね、しかも不労所得、やることといえば1日1回スマホ開くだけ、はい、そんな話が世の中にあるっていうことをね、信じる人がいてると思ってんのかと、もう声を大にして言いたい。あるわけないやん。でもそういうのを信じてね、何かしらのね、お金を払うから、そこで被害を受けてる人がいるわけでしょ、ああいうのって。そんなのをね、毎日のように広告売ってるわけですよね。広告打つっていうことはお金持ってるんですよね、その企業は。でそのお金はどっから来てんねんっていうと、何かしらのね、被害に遭ってる人が払ったお金から出てるだけでしょう。それでバンバンああいうありもしない話を流してる、うさんくさい広告ね、あれもほんまに鬱陶しいと
ね、思うんですよ。この2つね、育毛関係と、うさんくさい金儲けの広告ね。広告流すのにお金を払ってるわけやから、そこに対してね、あの鬱陶しいとは思うけど、まあ、そんなに文句はありません。僕が本当に言いたいのは今からの話なんですけども、あのそんなうさんくさい広告をね、 YouTube ね、あれチェックしてないんですか？お金払ってくれたらどんな広告でも載せんのって俺 YouTube に言いたいんですよ。思いません？これどう考えてもありえないね、うさんくさい儲け話。そんなものをお金を払ってくれるからって YouTube の広告に載せる、そこのチェックガバガバなんかと、ほんまに言いたいですね。なぜかというと、僕ら動画投稿してる立場なんで、自分たちが上げる動画っていうのは著作権であったりね、好ましくない表現が入ってないかとかね、例えばあの男の乳首が映ってるだけで、広告つかへんとかね。僕も最近アプリに入ってるね、すでに著作権問題ないよって言ってる音楽を、使っただけで広告剥がされたりとかしてるんですよ。めっちゃチェック細かいんですよ、僕らに対しては。なのに広告主に対してはこれ忖度してるんやと思うけども、ガバガバノーチェック素通り、はい、それってどうなんて思うんですよね。 YouTube どないなってんのというのがその部分なんですよ。まあ当然ね、お金払ってくれる人に対しては緩く、お金を支払わなあかん先、要は動画投稿してる人間には厳しく、まあ当たり前かもしれないんですけども、あまりにもひどい広告が多いなというお話でした。皆さんいかがでしょうか？なんじゃこの広告っていうのが多すぎません？まあ、かたやね、きちっとした広告も多いと思いますよ。ただ中にそのうさんくさいのが結構混ざってるよなっていうことが今日言いたかったです。そしてね、 YouTube プレミアムに入ってない限りは、最低5秒でもあの広告見やなあかんという、あの時間のもったいなさ、タイムイズマネーなんですよ。その5秒ね、塵も積もれば山となって、残り少ない人生のね、大切な時間の、ね、一部を持っていかれると思ったら非常に腹立たしいというお話でした。そしてね、そういう腹立たしい部分をネタにして話すことによって、ちょっとでもその無駄にした時間をね、取り返そうとするこの俺のせこさ、ここにもね、気づいていただく人いると思うんですけど、まあ、そういうことです。はい、ということでこの件に関してのコメントどしどしねお待ちしておりますということで、今日の動画終わりにしたいと思います。次はちゃんとバイクのことをねネタにした動画を上げたいと思いますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。さよなら。